韓国のコークスの木元経済副首相兼企画財政部長官は27日、来年は韓国経済が回復の流れの中で、景気上昇のモメンタムの機会を持つことができるだろうと話した。コー副首相は同日、ソウル中区大官商工会議所で開かれた、2020年の経済政策方向に企業家懇談会での冒頭発言を通じて、 全般的に、グローバル経済が今年より良くなると見られると明らかにした。幸福首相は来年の経済環境について、グローバル成長と国際交易の回復、半導体の業況の改善、米中貿易摩擦一段階の合意などは機械要因だが、グローバル不確実性の存在、国内建設投資の調整局面、 規制の壁などハリスク要因として作用しうると診断した。また、機械要因は最大限活かし、リスクは徹底的に管理し、来年の景気回復のモメンタムをしっかりと整えることが何より必要だと強調した。